でもキャピタには1960年代から映画出演するイタリアの助演団に言う。マカロニウエスタンではレイオコーナーの編名を用いた。欧米や俳優的なポジションでおびただしい数のアクション映画に出演し、クレジットに名の出ないことも少なくなかった。そのフィルモグラフィーの全貌の把握は難しい。また、マカロニウエスタンへの出演は数多いが、 スペインでロケされたものよりもチネチッタやエリオスといったイタリア国内で撮影されたローマンウエスタンが特に多い。1998年にはマカロニウエスタンを解雇するドキュメンタリー映画アメリカインローマではグリエルモスポレティーニやジョバンニチャンフリーリアなど共に当時を振り返っている。また21世紀に入ってマカロニウエスタン DVD の発売ラッシュが 現象化すると、日本国外での発売ソフトの映像特典インタビューに、たびたび登場した。主な出演作品は、マヒルの一匹狼、五匹の用心棒、バンディドス、殴り込み兄弟、ケツトのジャンゴ、シン、夕日のガンマン、復讐の旅、松菜ジャンゴ引き金を引け、サスライのデスペラード、茶マンゴ、ジャンゴの息子、最後の殺し屋ジャンゴ、カウボーイ野郎、 荒野の三悪党、野獣暁に死す、暁のガンマン、サルタナ、復讐には、復讐を、チャックムール、バスタードジャンゴ、花という人、ライフルと、風雷棒、クラウスキンスキー、ザビースと、コルトを持った、玄骨野郎、新、さすらいの用心棒、ベンアンド、チャーリー、復讐のガンマン、ジャンゴ、西部の悪きカランボラにほかたありがとうございます。